前半を終了しまして27対7でトライアクシス J スターズがリードしています。戦後はジェイスターズのキックオフで試合再開となります。キックオフを務めますキッカーは18番の水野、それに対しますジェイス、磯野スーパースターズリターナーは22番と16番が配置しました。後半戦はグリーンのユニフォーム、22番は今井、トライアクシスジェイスターズのキックオフ、ホワイトのユニフォーム磯野スーパースターズのリターになります。16番リターン、これをジェイスターズナイスタックル、左に展開しようとしましたがジェイスターズ1番が見事に対応しました。キッカー18番水野義人選手のキックオフです。後半戦開始、このボールを磯野スーパースターズリターナー16番花木俊介選手、約5ヤードのリターン、攻撃はホワイトのユニフォーム磯野スーパースターズ、自分14ヤード付近よりファーストアンテン、磯野スーパースターズ自分14ヤードからファーストアンテン、さあランプレー展開を図りましたが、これはジェイスターズ59番がナイスタック、左方向に展開したランプレーをニアロスさせました。後半戦ファーストプレーは中央付近をつきましたが、ここはトライアクシスジェイスターズディフェンスの集まりが早く1ヤード2ヤードほどロス、後ろに下げています。磯野スーパースターズセカンドダウン、磯野セカンドダウン12、自陣11ヤードからの攻撃です。再び中央に並んだら、これもジェイスターズナイスディフェンス、今度はチーム随一のパワーバック86番に立ちましたが、しかしこのランプレーも阻止しています。スーパースターズ86番ヘルメットオフです。磯野スーパースターズランニングバック86番神田哲夫選手、ボールを持って強く気をつきましたが、ここもトライアクシスジェイスターズのディフェンスに阻まれノーゲイン、ダウンは進み、磯野サードダウン、磯野スーパースターズサードダウン、ファーストダウンまで残り12ヤード不成功、パスインコンプリート、パスは不成功、ここで左に展開したレシーバーに戻りでパスを通しましたが、このパスダウンが一つ進みます、パス不成功となっています。磯野はスーパースターズセーフダウン、磯野最初の攻撃シリーズは結果的にパントという形に変わります。さあジェイスターズリターンに入る、これは磯野ナイスカバー、しかしジェイスターズ相手陣のスーパースターズポジションの攻撃はパントにより攻撃権を放棄、このパントされたボール、トライアクシスジェイスターズリターンは3番長吉優馬選手、リターンをしようとしましたが、ここは磯野スーパースターズカバーチームディフェンスの集まりが早く、ほとんどリターンすることはできませんでした。しかし攻撃権はトライアクシスジェスターズに移ります。トライアクシスジェスターズ敵陣38ヤード付近よりファーストダウン10、
さあトラブルが発生している。さあボールをファンブルした模様です。どちらが抑えましたでしょうか。攻守交代、ターンオーバートライアーチスジェイサーズクォーターバック13番前田義孝選手、ここボールを持ちまして前田の段で突破になりましたが、この際にボールをファンブルファンブルしたボールを抑えたのは磯野、スーパースターズ従いまして攻守交代です。ターンオーバー、このファンブルボールを抑えたのは磯野スーパースターズ、攻撃権が入れ替わります。攻撃権は磯野、ここで再び2回目の攻撃を合います。自陣32ヤード、ボールは32ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。さあまず横山ります。左に展開してありました。ワイドレシーバーにキャッチアンドラ、レシーバー4番スーパースターズ4番ワイドレシーバー石野弘隆選手へのパスが成功。ゲインは4ヤード、パスを取りました。ワイドレシーバー4番は一野、磯野スーパースターズセカンドダウン、磯野スーパースターズセカンドダウン6、ボールは自陣36ヤード。パス不成功。クォーターバック25番宮田選手のパスが成功。展開しながらランニングバック24番へのパスを投じましたが、このパスは通ることがなくパス不成功となっています。磯野サードダウンに入ります。磯野サーランシェックス、ボールオンは自陣36ヤード。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ターゲットを探しましたが、あわやサックという厳しい状況、なんとかパスを投げ捨てるに留まりました。もう3人かります。田中健選手、トライアクスジェスターズは激しいラッシュをかわしパスを投じましたが惜しくも不成功。ダウンが進みフォースダウン、磯野フォースダウン6、パントフォーメーション。ナイスパン、ここで攻守交代、素晴らしい軌道とコントロール力、スーパースターズジェスターズの攻撃は20秒まで陣地返しましての攻守交代となりました。攻撃権はトライアクスジェスターズに移ります。トライアクスジェスターズ自陣23ヤード付近よりファーストダウン10。ジェスターズ自陣23ヤードからファーストダウン10。ナイスパスカット、パスインコンプリート、パスは不成功。まず最初パスプレーから入りましたジェイサーズ、しかしこれはそのディフェンスライン陣がパスカットしましてパス不成功となっています。トライアクスジェイサーズセカンドダウン、ジェイサーズセカンドダウン10、ボールオンは自陣23ヤード。パス成功、パス成功、今度は右に展開したワイドレシーバーランニングバック33番にパスを持ちました。ランニングバック33番しましたが横田修選手へのパスが成功、ゲインは4ヤード。
ターゲット33番は横田。ジェスターズサードダウン、新たな攻撃権の獲得、ファーストダウンまでは残り6ヤード。ジェスターズサードダウン6、ボールオンは自陣28ヤード。ノーマークになりません。ボクソン大王全身進攻撃権更新です。アイアックス、ジェスターズ、ファーサー素晴らしいボクソン大王にリングに明かしました。アイアックスリーバー14ヤードだ。もちろんファーストダウン、トライアクセスジェスターズ敵陣に入りまして、敵陣49ヤード付近よりファーストダウン10。ジェスターズ相手陣49ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。しかしここでファールマーカー、反則が発生している模様です。さあこの反則、果たしてどちらのチームにあったでしょうか。76番、ペナルティは10ヤード、ゲームクロックを7分13秒に戻してください。オフェンスの反則です。攻撃側、トライアクセスジェスターズにホールディングの反則。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。掴んだという反則、10ヤードの罰則を受けましてファーストダウンのやり直しとなります。ボールがあった地点より10ヤード下がりまして、トライアクセスジェスターズはファーストダウンのやり直しです。ヤードからファーストダウン20。トライアクセスジェスターズファーストダウン、ハンドオフオプション。トライアクセスジェスターズクォーターバック13番前田義隆選手、この判断が功ランニングバックにボールをハンドオフするフェイクを見せて、自らボールを持ち塩を駆け上がりました。クォーターバック13番は前田、素晴らしい判断で攻撃権更新となっています。ジェスターズ相手陣37ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。今度はハンドオフオプションでランニングバックに託しました。この判断も更新し、ランニングバック33番見事に攻撃権更新です。ランニングバック33番、ジェスターズファーストダウン、初の中央プレー、素晴らしいランを決めました。33番の横田、13ヤードのゲイン、13ヤード前進しファーストダウン、新たな攻撃権を獲得しています。攻撃権は引き続きグリーンのユニフォームジェスターズ、敵陣24ヤード付近よりファーストダウン10。相手陣24ヤードからジェスターズファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功です。クォーターバック13番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、磯のディフェンス陣殺到、なんとかかいくぐり4番にパスを投じるも、このパスはカットされ、パス不成功となりました。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。
ジェイサーズ相手陣24ヤードからセカンドダウン10。今度は中央のランプレーだが、これは磯野ディフェンスに踏ん張ります。ランニングバック43番キャリア43番の突破力にかけました。しかし磯野44番を引っ張り、ただ学太郎選手の指揮のプレー、しかしここは磯野スーパースターズディフェンスの集まりが早く1ヤードロス、後ろに下げています。トライアクセスジェスターズサードダウン、ジェスターズ相手陣25ヤードになりましたのサードダウン11。不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここで内側に切れ込んできた4番へのパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、フォースダウンに変わります。トライアクセスジェイスターズフォースダウンフォーメーション11でフィールドゴールトライ、キックレングス41ヤードのフィールドゴールに伸びます。キッカーは7番の堀。キック成功、キック成功、3点獲得。ここでフィールドゴールを決めました。キッカーチームのキャプテン堀学校選手、フィールドゴールトライ、見事成功、3点追加、3点となりました。これはある意味ジェイスターズの秘策中の秘策かもしれません。これによりジェイスターズさらにリードをすることに成功しました。先ほど得点を挙げましたトライアクシスジェイスターズのキックオフで試合が再開します。さあ、その得点を挙げましたジェイスターズのキックオフで試合再開となります。に入った。しかしここでスリップしまして磯野自陣10ヤード付近からの攻撃という形に変わります。レフリータイムアウト、負傷者のためのレフリータイムアウト。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウト中です。アメリカンフットボールは各チームが取得するチームタイムアウトと審判団により取得されるレフリータイムアウトがあります。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウト中です。しばらくお待ちください。試合再開となります。磯野自陣12ヤードからのファーストダウン10。さあ、まずはランニングバック25番に託しまして中央へのドロープレー、ディフェンスの間隙を抜きまして約2ヤードのゲインとしています。磯野スーパースターズランニングバック25番、宮部雄二選手、ボールを持ちまして中央付近を突進。
ゲインは4ヤード。失礼しました。ゲイン4ヤードに訂正します。磯野セカンドダウン6。さあキャッチアンドダウンになりました。ホワイトレシーバー86番にキャッチアンドダウン博士、磯野スーパースターズ86番タイトエンド、神田哲郎選手がパスが成功、パスを取りました。86番は神田、ゲインは3ヤード。磯野スーパースターズサードダウン、ファーストダウンまでは残り3ヤード。ボールオンは時点19ヤード。さあ中央へのランプレー、磯野スーパースターズファーストダウン、攻撃権更新です。新たな攻撃権4回を得ました。磯野スーパースターズ、まずこの攻撃権を更新することに成功しました。それを出しましたのは27番の東直樹選手の中央プレー。ゲインは4ヤード。攻撃権は引き続き磯野スーパースターズ、23ヤードからファーストアンテン、23ヤード付近よりファーストアンテン。さあ今度はクォーターバックドローです。クォーターバック18番田中健選手、自らボールを持ち中央付近を突進していますが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則が発生しています。オフサイディフェンス44番ペナルティーリクライナーセカンド、ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入したという反則です。しかしこの反則を磯野は取りません。ゲインの方が有効と判断し、磯野セカンドダウンの状況に変わります。オフサイド、ディフェンス44番ペナルティーリクライン、セカンド、先ほどのクォーターバック18番田中のランが6ヤードのゲインを果たしておりましたので、こちらを磯野は取りました。磯野セカンドダウン4、ボールオンは自陣29ヤード。クォーターバック18番田中選手、パスを投じようとしましたが、しかしここでジェイスターズ0番95番が殺到しまして、このパスをディフェンス陣が襲いかかりました。大きなロスターの形に成功しました。8ヤードのロス、見事キュービーサックしましたのは0番の青木、42番の岡野、95番の鳥越でした。さあ磯野サーダウン12の状況に入ります。ナイスファースター、磯野スーパースターズファースター、ハンドをされまして、ランニングステップアップで攻撃権更新を果たしました。磯野スーパースターズファースター、中央付近から左サイドへ展開、25番のみやファーストダウンを獲得、エースランニングバックがここで活躍しました。ゲインは23ヤード。攻撃権は引き続き磯野スーパースターズ、自陣44ヤード付近よりファーストアンテン、ファーストアンテン。
さあ今度は27番に託しました。しかしこれはスーパースターズランニングバックの力の東直樹選手の中央プレー。しかしここはトライアクセスジェイスターズディフェンス踏ん張り原因を与えません。1ヤードほどロス後ろに下げています。磯のスーパースターセカンドダウン。さあ今度は25番に託しました。タックル、エラが右を踏んで展開し、トップ分かります。25番、ゲインはしかし宮部選手、ボールを持ちまして右サイドへ展開。左は25番は宮部、ゲインは2ヤード。そのスーパーサーサダンナイ、ボールオンはリリン45ヤード。ここで第3クォーター終了となりました。ここで第3クォーター終了です。トライアクセスジェイスターズ30点。NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会主催。方向入れ替え。第4クォーターに移ります。日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメント決勝戦。トライアクセスジェイスターズ対磯のスーパースターズの試合。第3クォーターを終了しまして30対7、30対7でトライアクセスジェイスターズがリードしております。ジュニアトーナメント決勝戦、その試合もいよいよ最後のクォーター、第4クォーターに入ります。